次は、曲が変わりまして、ベルリオーズの幻想交響曲です。で、これは小澤征爾が指揮するわけなんですが、これは6月27日に行われました演奏会です。ご承知のように小澤征爾はその一時このなんか幻想っていうのはもう本当に彼の看板曲みたいにして、あっちこっちで演奏してて、で非常に大喝采を受けたという時期があったんですけれども、最近はあんまりこの幻想を僕は耳にしてなかったんですが、久しぶりにまあ幻想を聴くと、それからしかもオーケストラがベルリンフィルですから、それがどういう演奏になるかというのは大変楽しみです。小澤征爾の指揮というのは、実は誰に似てるかというと、まあ、小澤征爾の先生というのはもちろん斎藤秀夫さんなんですが、それ以後、カラヤンとか、バーンスタインとか、それから一番重要なのはシャルル・ミューシュなんですけれども、その小澤征爾が弾いてる時の格好というのは誰に似てるかというと、実はシャルル・ミューシュにそっくりでして、もうほとんどこうダイナミックに振る時の格好は、まあ、非常にミューシュに近いんですね。それにバーンスタインをちょっと加えたようなところがあるんですけれども、そのミューシュが、実はアメリカでもって幻想をもやはりもう18番にしてやってまして、とにかくミューシュっていうのはもう幻想がすごいっていうのはもう定評があったわけですが、小澤の振り方を見てるとやはりそのまま息継ぎになってまして、まあ、振り方もそうですが解釈も大変似てると。で、まあ、それが、まあまあ、成熟した小澤征爾が今どういう幻想を振るかと、その辺がこの演奏会の大変楽しみなところだと思います。それでは、ベルリンフィルハーモニー管楽団の演奏、小澤征爾の指揮で、ベルリオーズの幻想交響曲をお聴きいただきましょう。Thank you.
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 ベルリオーズの幻想交響曲、小澤征爾指揮のベルリンフィルハーモニー管弦楽団による演奏でした。やっぱり小澤さんの演奏っていうのは最近特にそうですけれども、どちらかというと自分のこう何でしょうか、解釈が非常にボードはっきりもともと出る人ですから、でさらにそれにこう自由さが加わってきたというか、でオーケストラを完全にその棒で自分の思う通りに描いちゃうというか、そういう傾向になってきたと思います。解釈の基本は完全にこれはシャルル・ミューシュの スタイルで、よく日本のこう古典落語とか歌舞伎なんかで、何代目の誰々を彼が非常にこう掴んでいるとか、その後継ぎなんて言いますけれども、まさに今の演奏そのものはミューシュの、後継ぎみたいな感じの演奏だったと思うんですが、4楽章とか5楽章なんかの、即興的な盛り上がりとかそういうのはやっぱ小澤さんのものだと、そういう気がしました。でベルリンフィルもさすがにものすごくて、例えば最後のコルレーニョのリズムやるとこなんてのは、どんなオケがやっても絶対合わないとこですが、今の演奏を聴いてると ものすごくピシッと合っちゃってて、逆に言うとそれがそのベルリオーズのこう最後の魔女の共演のこのなんか喧騒というか、もうランチキ騒ぎみたいな感じからするとちょっと整然としすぎていて、逆におかしいとか、そんなこう合いすぎてておかしいっていうのが不満というような、贅沢な不満というか、そんな感じがしました。というわけで、今日は前半がホルスト・シュタインの指揮、そして後半が、ただいまの小澤征爾の指揮で、お聴きいただきました。テープの提供は、